時刻は8時27分回っています。今日は月曜日ということで、早速この方にスタジオに入っていただきましたよ。おはようございます。月曜日と言ったら私そらひろみです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さてさてメッセージたくさん届いているので早速ご紹介していきたいと思います。はい、頑張れまこちゃんからです。諏訪さん、まきさん、はい、そして三度の飯よりゼロモニーというリスナーの皆様、うん、群馬県藤岡市より今日も元気におはようございました。おはようございました。今日のメッセージテーマ、うん、まあ、3.11 ということで、はい、あの日あの時としております。当時会社の事務所が液状化現象の被害が大きかった千葉県浦安市にあり、僕は東京江戸川区の職場車庫近くを走行していました。しばらくして会社から電話があり、職場の中が手のつけようがないほど散乱してどうにもならないし、連絡が取れた、つながったのが、あなただけだったからということで、ドライバー全員の配車を社長から聞き、その後はすべての車についていた業務無線を使って指揮を取りました。携帯がつながらない中、業務無線は影響なく使えたのが幸いでした。なるほど。また後にアマチュア無線の免許を取ろうと思ったきっかけにもなりました。さらにはこのアマチュア無線で周波数帯やアンテナ設備などにもよりますが、震災直後に連絡がつかない孤立した岩手県大槌町と大阪のアマチュア無線化がつながり、被害状況を伝えるなど外部と一切の連絡が取れないこの状況下で、アマチュア無線が唯一の連絡手段だったのは本当に驚きました。橋や建物の基礎となる杭を打つため、気仙沼や石巻、南相馬、それから浪江町へ杭打ち機やショベルカーなどの重機を持って行った時は、いつかきっとこの町にも緑と笑顔が戻ることを願う、そういった気持ちになりましたといただきました。実体験をもとにね書いていただきました。はい、あの日あの時ということでね、いただきました。業務無線は問題なく使えたっていうのはこの時大きかったでしょうね。すごいですね。そうだったんですね。確かに携帯つながらないってなりましたね。ですよね、そういうのをもっとね活用してっていう風に、きっとそれをきっかけにねなったとかっていうこともあるんじゃないかなと思いますよ ね、 ね、他の連絡手段を確保しようっていう風にもなってきますもんね。私も当時富山県にいたんですけれども、はい、実家が関東の方の人と、北陸の方と人とっていう感じで分かれてたんですね。で私関東に実家があったので、そっちの方の人はすぐ電話して確認してっていう風にね、実家安否確認してって言われて電話をして、そしたら、実家の固定電話にかけて、そしたらすぐに繋がったんですね。おーと思ったんですけれども、この電話が最初に繋がった電話だって実家では言ってましたね。そうなんですね。そう、なかなかつながらないかなと思っていたところが一発でつながったっていうのも、タイミングも良かったのかもしれないなとですね。本当にその時に、いた状況によって違いますよね。私は建物の3階にいて、確定申告を待っていたんですよ。まさにそういう時期だ。で、なんとなく建物が揺れて気持ちが悪かったんですね。こう緩やかな横揺れだったんですけど、中にいた皆さんは気がついてない方の方が多かったんですよ。実家近く の、 建物の3階だったんですよね。でその1階にいた人の方がその揺れをものすごく気持ちが悪く感じたっていうのを後で聞いたんですけど、で全く事の大きさが分からず、知る手段もなく、その後徒歩で歩いていたら、遠くに、関西だったかな、いた知人から連絡をもらって、大丈夫って言われて、何がそんな感じだったんですよ。全く情報が分からなくて、しかも歩いていたから、で実家に帰ったらテレビですごいことになっていて、その時なんていうんですかね、本当血の気が引く思いがして、でそれからどうしようと思ったんですけど、一番最初に、実家に行ったっていうこともあるんですけど、とりあえず連絡するのをやっぱ控えましたね。どうすればいいのかなと思ったんですけど、何も考えられずできずだったっていうのが一番最初の自分のなんていうんですか、感覚ですよね。だからちょっと連絡も控えてちょっと待とうみたいな、そんな感じでしたね。
まあ、その時いた場所によって揺れの仕方違いましたもんね、うん、富山も震度3でなんかこう船酔いみたいなゆらーっとしたそういう感じだったんですけれども、ね、やっぱり放送局の中にいたので、うん、もうどんどん入ってくる情報でもうすごいことになってるっていうもうねなんか、うん、ですよねすごかったですね、うんうん、もうみんな走り回ってました ね、うん、それからあだ名は埼玉県人さんからもいただいています、はい、あ読み切れるかな、はい、おはようございます、うん、おはようございます。今日は早速テーマに、はい、長くなりすぎるのでだいぶ割愛します、うん、今から13年前の2時46分、うん、私はまだ今の会社に入社して1年の新人、うん、運転士にもなっていない駅係員の時代、うんまあ、これ大変だっただろうな、うん仕事が終わり帰りの列車に乗るためホームへ登った時、うん、少しの揺れを感じてから動けなくなるくらいの大きな揺れが来ました。駅名の看板や架線は激しく揺れて今にも落下しそうな勢い、うん、私はついに東京直下型地震が来たと感じたと同時に、うん、あっけないなぁと死を覚悟しました。どれだけの時間が経ったのでしょう。揺れが収まってから真っ先に親へ連絡し無事であることを確認、それからは携帯などは一切通じなくなりました。まさか地震の場所が東北であったという驚きの反面、何百キロ離れた関東でもこれだけの勢いが伝わるという恐怖も感じました。そのまま職場に戻り、さっきまで着ていた制服に着替えて一日対応に追われ、そのまま通常業務もあったため1週間近く職場に泊まり込みとなりました。あそういう方、寝ようと思っても携帯は緊急地震速報が鳴りっぱなしでほとんど眠れず、お決まりかもしれませんが本当人事ではないですねといただいております。メッセージまだ続きがあるんですが一旦お知らせとなります、はい、学難マネジメントプラットフォーム並木里の我ら中小企業の伴走者、毎週月曜日午後6時半から経営コンサルタントの話、ふるさと作の話、大好きな阪神タイガースの話、音楽とともにお送りいたします。時刻は8時35分です。先ほどのあだ名は埼玉県人さんのメッセージの続きご紹介していきましょう、はい、たまたま運が良かっただけで自分が災害に巻き込まれるのは今日明日またはこの瞬間かもしれません、うん、親と話した対策としては、連絡が1回でも取れなくなった場合は、うん、迷わず自分の安全を最優先して避難、うんうん、落ち合う場所は自宅の最寄り駅としています。自宅さえどうなっているかも分かりませんし、いられるとは限らない、うん、なので駅ならすぐに思い浮かぶだろうし道に迷わない、仮に迷っても線路をたどっていけばつける、あとは頑丈なので壊れることはほとんどないですからね、というふうにねいただきました。いろいろとね皆さん決め事あるかと思いますけれどもね、家の近くの避難場所と指定されているところ、うん、確認しておくといいかもしれないですね、はい、うん、そして金曜日の男富山さんからも、はい、マンデースワサーマキサー、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。あの日あの時お二人はどうしてましたか、うん、というふうにねいただいておりますが、さっきねお話いただきましたね、はい、でこの地方の、リクエストもいただいておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、では、諏訪さんの手元にもメッセージたくさんありますのでお願いします。はい、紹介していきます。梅ちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。牧さん、ひろみさん、皆さんおはようございます。おはようございます。あの日あの時、私は家で父と一緒にいました、うん、父が大丈夫だと確認できて安心、うん、でもテレビをつけたら声にならない光景が、絶対に忘れてはいけないですね、うん、非常時の食べ物、飲み物など必要なものを用意するようになりました、うん、でも何かがないと賞味期限など確認しないから、今日はまた確認します。そうですね、素晴らしい。自分たちができることをやろうですね。今日も前を向いて口角上げて頑張ります。はい、本当ですよね、うん、多分ね、しんどいと思う人は、うん、もうこの番組もしかしたら聞いてられないんじゃないかなと思うんだけど、うん、この話題しんどい人は、まあ、聞かない方がいいっていう瞬間もあると思うんですよ。そこは本当に自分の判断でねやってほしいなってすごく思います。昨日今日とねだいぶテレビなどでもありますからね。そうなんですよ、うん、ひろみさんに生当たリクエストお願いします。生き物係で心の花を咲かせようお願いします、うん、歌にはパワーがあります。ひろみさんの歌声でパワーを届けてくださいということでいただきました、はい、後ほどお届けします、はい、はい、ありがとうございます。
もうちょっといけるかな、はい、お願いします。おたまじゃくしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみさん、マキアナ、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。昨日は虎ノ門ヒルズ銀座三越で同窓会、うん、わおわーいいね横浜三井アウトレットパークにグッバイエイプリルさんのライブに、うん、滞在10時間を超え充実の東京横浜10人のお友達に会えました。すごいですね。いいですね。本当ですよね、うん、あの日あの時元旦能登、島震災、家族全員のアラームが鳴り、とりあえず机に潜り込みました、うん、ガラスのキャビネットは、飛散防止のシートを、家具はまだ全部は転倒防止対策 なされていないから、うん、早めに対策したいです。生当たりリクエストもいただきました。バラエティに富んだリクエスト、お疲れ様です、グッバイエイプリルさんのひろみさんが知っている曲お願いしますということでいただきました、はい、何を歌ってくれるのかな、はい、楽しみにしててね、はい、じゃあ一旦お知らせです。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸石の温泉時和館、1年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定、お得なプランもあります。詳しくは時和館ホームページか電話 22-0516 まで。諏訪ひろみのシングソングサークダイラー、風に舞い上がる白髪の花、そんなに涙止めどなく流れても飛び諏訪ひろみのシングソングサクダイラー、登山列車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館の提供でお送りします。さあ、それでは今日も時和館情報よろしくお願いします。はい、諏訪ひろみがお届けいたします。小諸菱野温泉時和館情報です。情報その1、サウナまんじゅうのサマンに続き、うん、第2弾はクラフトノンアルコールビール、はい、時和館サウナ東寺バーのサウナ飯ということで、サウナまんじゅう略してサマンを販売したところ、思った以上に好評で、うん、その調子で第2弾はクラフトノンアルコールビールの販売を開始します。はい、ノンアルコールビールですが、クラフトビールです、うん、クラフトビールの味がします。これいいですよね、うん、クラフトビールの味がするノンアルコールビール、こちらはサウナご利用のお客様以外の皆様にもお楽しみいただけますので、うん、ぜひチェックしてください。情報その2です。お休みの情報です、はい、次回のお休みは3月14日の木曜日です。今週ですね。そうですね、はい、今のところ木曜日がお休みになっていることが多いんですけれども、4月1日以降は毎週火曜日が定休日になりますということです。またね、うん、露天風呂などん今使えないのかな、どうだったかな、日帰りのお風呂ご利用の皆さんは電話でちょっと確認をしてからお出かけいただけるといいのかなと思います、はい、情報その3です。時和館のメニューが大改造、4月1日より時和館のメニューが大きく変わります。あ、楽しみ。時和館といったら、うん、鯉の旨煮が定番なんですよ、うん、鯉の旨煮はついていて、うん、前菜とお鍋がテーブルに並んでいるほかはバイキングです。おー、バイキングでお作りが出たり、うん、焼き物が出たりします、うん、デザートも並んでいます、ということで、いいですね、ちょっと楽しみですよね、うん、自分の好きなもの、それから栄養なんかを考えてね、分量よく食べれるとね、うん、いいのかなって思いますよね、うん、はい、はい、そして情報その4、うん、フロントには吊るしびな、フロントロビーでは毎年恒例の吊るしびなが展示中、あ、まだ飾ってあるんですね。そうですね、このあたり、あの桃の節句が過ぎても3月いっぱい飾ってるなんていうと結構ありますからね。そうですよね、うん、昭和18年のひな人形も展示していますということで、以上が時和館からの情報でした。ありがとうございました、はい、さて
メッセージたくさんいただいてますので、はい、ご紹介いただきましょう。はい、それではマキさん、これいきますよ、うん、おー来たね、はい、影の実行部隊小室市のファンファンライダー2号まだ60歳さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 FM 速度やらは今お聞きのリスナーの皆さん、沢ひろみマンデーさん、はい、マンデーマキさん、はい、元気ですか？元気です。元気です。今週もよろしくお願いします。お願いします。やってきましたこのコーナー、クイズ形式のアマートリクエスト。ヒント、うん、3月は諏訪ひろみさんのお誕生日過ぎて、よーえー、これずっと行くのかな今月。いいじゃないですかなんかちょっとな、やだな、照れくさいんですよね。誕生日好きなんですけど、うん、行きます、はい、年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう、さてなんだ。これね、1番の歌詞じゃないんですよ、2番のドア玉なんです。だからね、分かりづらいかもしれない、うん、あー、わかんない。正解はマシャさん（福山雅治）で、誕生日には真っ白な百合をという、はあ、はあはあ、言われるとね、うん、思い出しますよね、うん、あーそれか。はい、今週もやられないように頑張ります。はい、釣られないように、ね、後ほど、そうなんて、やだな、後ほど歌っていきます、うん、やだとか言ってるし、なんていうやつだ、私ったらごめんなさいキラキラもしももさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみちゃん、まきちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございま す, います。久しぶりに雪のない朝、うん、太陽が眩しいです、うん、そうだ ね, 本当ですよね。今日咲くもね、太陽眩しいね、うん、あの日あの時、昭和45年長岡に住んでいた時です。新潟県ですね、うんうん、一晩に3メートル降り、雪が次の日も降り続けました。おう、うん、すごい。昭和49年、何年前やろな、50年前ですね、うん、除雪体制はすごく、道路は一晩中やっていてくれますが、うん、それが自分の家の前の道に背丈より高く積まれて、そうなりますよね。そこを階段を使って登るのです。よく聞きましたよね、2階から出入りってやつですよね。除雪するとこう横にね、端に寄せられた雪がってことですね、うん、そうですよね。家の前の、ね、うん、階段登っていくとか2階から、ね、出入りとかね、うんうんうん、ありますよね、聞きますよね、ところがなんと、うん、3月に転勤命令が出たのです。ほう、雪をどかさないと荷物が出せない転勤できないところですね、引っ越しできないところですよね。いや、困っていると隣のおじいちゃんが井戸水をかけて溶かしてくださり、助かりました。あ、日本海側はね、こう、うん、ほら、融雪装置で水がピャーっと出たりして溶かしていくんですよ。こっちそれをやるとスケートリンクの出来上がりなので、終わっちゃうんだよね、できないんですよね。でも井戸水ってちょっと暖かいって聞きますよね。だからおじいちゃん、井戸あるってすごいですよね、やっぱね、うん、そのためにも掘ってあったのかな、うん、住んでいた人の知恵すごいっていうことでね、うん、すごい体験ですよね、うん、いただきました。3メートルってすごいですね。今なかなか新潟で降るのかな、3メートルね、うん、ありがとうございました。そして生歌リクエスト、この間聞いたシグリアド、これ私のシグリアドという曲なんですが、この間聞いてくださった、はい、シグリアドということで早速リクエストをいただきました、はい、後ほどお届けしていきたいと思います。スワッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マンデーさん、佐藤さん、皆さん、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。洋楽とクラシックしか聴かない私が、うん、この生歌コーナーに参加させていただきほぼ1年半、おその間毎回欠かさずリクエストをし、うん、そして全てのリクエストに答えていただいたマンデーさんに感謝いたします。いや、リクエスト本当にありがとうございます。すごいね、感謝しております。1年半解禁賞、はい、嬉しいです。ありがたいですね。この可能性リクエストもやっと市民権を得たでしょうかどうなんでしょう。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。でもあまり知らない曲をリクエストされると、うん、歌を忘れたカナリアになる時もそりゃありますよね、うん、本当に情けないですけど、それが生です、うん、リアルです、うん、以前リスナーさんからサザエさんをリクエストされた時、はい、オリジナルキーよりも1オクターブ高く入られ、このまま行って一番高いところ大丈夫と心配しましたが、うん、いっぱいいっぱいではありましたが、転調もせずオクターブも下げず下げ
切らず、下げず、やり切られた時はプロ魂を感じました。おー、そんなことがあったんですね。あったかもしれない、うん、お聞き苦しかったらすいませんって感じですけどね。キーの高い歌手といえばマライア・キャリーが挙げられますが、日本では松山千春さん、西野カナさん、うん、古くは島倉千代子さんでしょうか。中でもポップコーン出身であるこの人の透明感あるハイトーンはまるで楽器のようでした。そこで今日はリクエスト曲、そんな恋の持ち主である矢上純子さんの思い出は美しすぎてなのですが、郷土観光計画中のマンデーさんは急に豚骨ラーメンを食べたくなった可能性がございますので、反対にハスキーなアルトボイス藤恵子さんの京都から博多までをお願いします。いただきました。いろいろいつもね文章凝ってます ね。そしてリクエスト曲もね、本当に、ね、面白い。はい、頑張ります、はい、続きまして、はい、金曜日の男と山さんからもリクエストをいただいております。牧、はい、さん、マンデースバさん、皆さんおはようございます。おはようございます。ということで生歌のリクエスト、マンデースバさん生歌リクエスト、3月11日ということで花は咲く、これはもう説明不要です、よろしくお願いしますといただきました、はい、これね、私この曲すごく素敵な曲だと思ったんですけど、最初辛くて歌えませんでした、そういう曲結構あるんですよね、で自分の中で少し踏ん切りがつく瞬間ってあって、それから本当にこの歌をあの自分のステージでも歌わせていただけるようになったんですけど、まあ本当にね、自分とこう向き合いつつ無理しないで、あのいろいろその都度対策していくって大事なのかなって思います、はい、紹介する最後のメッセージでいいのかな、大丈夫かな、はい、ともくまさんのメッセージ紹介しますね。マキさん、ひろみさん、おはようございます。おはようございます。今日は久しぶりに早出塾金なしのため、ひろみさんのコーナー聞きながら仕事に向かいます、ということでね、無事に迎えてますか、今日で東日本大震災から13年ですね、自分震災の時は当時勤務していた会社で他の人と別の、建屋で一人で仕事してました、初めは小さな揺れだったのに地震かな程度でしたが、だんだん強く揺れ、周りのものが落ちてきて、外に避難しました。その後家族へ連絡しようとしたんですが、なかなか連絡がつかず、定時時間まで勤務し帰ってきて、家にいた母も無事だったので安心しました。思えば震災3日目前ぐらい、当時飼っていた愛犬が怯える声を出したり落ち着かない動きをしていたんです、震災後近いうちに大震災、が来ると教えてくれたんだと思います。今思うとなぜ気がついてあげられなかったかなと後悔しています。動物さんたちはね、敏感だっていう風に聞けますものね、今思えばっていうことをありますもんね、いろいろとね、その時は分からなくても仕方ないですよ ね。そうですよね、ひろみさんへの生歌リクエストということで、合唱曲になりますが、明日という日がをお願いしますということでいただきました。はい、今日もたくさんリクエストいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。旧ツイッター X にもいただいてまして、富山 37B さんなんですが、おはようございます。おはようございます。この間の土曜日3月9日は佐久市民の日でしたが、そうですよね、そうです、昨日3月10日は佐藤の日でしたね。あ、そうだね。いいな、佐藤さん、マキさんの日がある。今これで気がついたよ。そうか、昨日は佐藤の日か。いいぞ来年はそれで盛り上がろう。全く気がつきませんでした、ちょっと笑いをありがとうございます。そうだ、佐久市民の人言ったら、実は私あのプラスパラダのところにお風呂があるじゃないですか、見晴らしの湯、あそこが佐久市民の日で、ちょっとお値段お得に楽しめたんですよ、もうなんかすごく佐久市民じゃないのにありがとうって、そう、作詞に来た人はね、ありがとうっていう感じでした。そうでしたね。はい、はい、いろんなところが賑わったかと思います、ね、そうですよね、じゃあ指あのそろそろ歌の準備大丈夫そうですか。はい、頑張ります。先週ちょっとね、ちょっとメロディーつられちゃったところがあったので、今週もやばかったりするんですよね。まあ行くしかないな。じゃあ頑張っていただきましょうかね。はい、はい、ではよろしくお願いします。
年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。照れるよ。心にある花を枯らさずに咲かせよう。夢がやがて確かな輝きへ変わるように。やっぱりあの照れが入るともうズタズタですね。だから明日はきっと少しだけまだ見ぬ僕になりたくて、ため息ちょっと夏空に溶かしてゆく。渡り廊下と石段が湯煙漂う北の町。京都から博多まであなたを追って、西へ流れてゆく女。あ、これもひどかったな。真っ白な雪道に春風香る。私は懐かしいあの街を思い出す。明日という日がある限り幸せを信じて、明日という日がある限り幸せを信じて。ありがとうございました。ありがとうございました。もうボロボロですよね、なんかちょっと先週からなんか引きずっちゃってますけれども、どうしたんでしょうね。いや、転調って難しいで、転調っていうんですか、その曲の、うん、あの歌い出しのところをこう前の曲の最後とつなぐところすっごい難しいんですよね、うん、本当にね。よくやってるな私、これできなくなったらどうしよう。まあでもね、そういうことは考えないでどんどんリクエストください。みんなね、そうみんなね、もう特に誕生日はダメですね。もっとファンさん、皆さん ね、 あの諏訪ひろみさんに歌っていただきたいなと思う曲を何も考えずにどんどん送ってください。ファンさんにまた来週もぶち込まれるのかと思って、また来週もねテレテレでねズタボロになるんじゃないかというこの私のなんかあのメンタルの弱さというか、引きずれられさ、引きずれられあれ引きずられやすさが本当に怖いですけど、でもあのめげずに頑張ります。はい、いろんなジャンルをねまたお待ちしておりますので。まあ確かに今回はアニメはなかったね。さっきあのメッセージにあったサザエさんっていう時もあったんですね。本当にありました。もうねつなぎ目がね大変ですよね、うん、本当にやるしかないです。あの、オリジナルを歌われてる皆さん、うん、リクエストしてくださっている皆さん、うん、お聞き苦しでなんだこれ、お聞き苦しくなんだこれと思われた皆さん、本当に申し訳ございません。一応諏訪ひろみ歌手でございますので、あのちゃんとしたものをお届けしたいのですが、でも頑張る生です、リアルです。温かく温かい耳で目でお見守りください。よろしくお願いします。なんか最後ちょっと言い訳っぽくなってるけど、かなり言い訳ですね。自分でフォローです。まあアカペラですしね。はい、うん、はい、それも諏訪さんの味ということで。ね、はい。はい。さあ、それではそろそろお時間となりました。はい、それでは皆さん、今日も元気に。いってらっしゃい。佐久平グッドラックステーションゼロモーニング。この時間のお相手、佐藤真希と諏訪ひろみでした。それではまた。バイバイ。